鳥ピケの鳥散歩。今日は初めての鳥に出会いました。イカルという鳥です。初めての鳥に出会うと嬉しいですよね。では一緒に野鳥を見に行きましょう。さあ野鳥の世界へようこそ。カワラバトの集団がいます。せかせかと歩いて地面に落ちている餌を食べています。人が近づいてきたため飛び去りました。イカルがいました。初めて出会いました。顔が黒く、くちばしが黄色、体全体が灰色です。地面に降りてきました。イカルがたくさんいます。地面に落ちている木の実を集団で食べています。木の実を食べるたびパチッパチッと音を立てます。人が来るたびに木の上に避難し、人がいなくなったら地面に集合する。永遠に繰り返しています。モズがいたら逃げ出します。モズが木の上に止まっています。お腹の毛がふわふわ、白と茶色です。背中は灰色です。目の高さに黒い線があります。頭は茶色です。あ、糞をしました。斜めの枝に止まり休憩しています。飛び立っていきました。こちらのモズは足で体をかいています。羽繕いを始めました。お腹の毛や尻尾を念入りに手入れします。大サギがヤブで羽を休めています。ヤブの上だと川の流れが来ないため楽なのでしょうか。毛がふわふわしています。歩き始めました。歩いては止まり、歩いては止まります。今は休憩モードのようです。何か見つけたようで急に早く歩き始めました。首を動かして周囲の様子を確認します。ヒヨドリが木の上に止まっています。お腹の毛が斑点模様です。こちらのヒヨドリも同じように木に止まっています。尻尾が平べったいです。草を食べます。木の上では糞をすることがあります。木の下を歩くときはご注意を。つぐみが地面に立っています。歩いては立ち止まり、歩いては立ち止まりを繰り返します。何か見つけたようで時折地面をつつきます。こちらのつぐみは木に止まっています。今日は風が強く、すごく揺れる木の枝に必死でしがみついています。ホオジロが木の上に止まっていました。全体的に茶色で顔に黒い線が2つあります。ホオジロが枝先に止まってさえずっています。長時間鳴いています。こちらのホオジロは斜めの枝に止まっています。鋭い爪で枝を掴んでいます。マガモが川に立っていました。川で羽繕いしています。お腹、背中に首を折り曲げて丹念に羽繕いします。こちらのマガモは足を素早く動かして頭をかいています。眠いのか首を折りたたんで寝ています。首を水中に突っ込み水底の草などを食べています。キジバトが木の上に止まっています。首を折りたたんで丸くなっています。飛び去りました。オナガがいます。尻尾が長いのが特徴です。木の上で独特な鳴き声で鳴いています。スズメが木の枝に止まっていました。体をぶるっと震わせます。飛び去っていきました。ムクドリが地面をつついています。あ、地中からミミズを引っ張り出して食べました。キュルキュルと鳴いています。こちらでは複数羽で地面をつついています。こちらのムクドリは木の上に止まっています。羽を伸ばしました。白石霊が川岸を散歩しています。隠れたり現れたり、川岸の段差で見えなくなります。セグロ石霊が川の中にある石に立っています。ちょっと飛んで元の場所に戻ってきました。浅瀬にいる魚を狙っています。子ガモのオスが川岸にいます。川底の草や苔を食べています。口をブルブル震わせながら食べています。メスもいました。子ガモは風切り羽が緑色です。マガモと少し争っています。シジュウカラが枝に止まっています。枝に止まって鳴いています。
ツピーツピーツピーと鳴きます。この日は長時間鳴いていました。こちらにもシジュウカラがいました。木の枝で器用に体を反転させます。羽繕いを始めました。翼の付け根を丹念に手入れします。お腹、背中、尻尾、全身くまなく手入れします。こちらのシジュウカラはキビキビしています。急いでいたのか飛び去っていきました。カワセミが川岸の木の枝に止まっています。背中を向けています。背中は緑色をしています。方向を転換しました。お腹はオレンジ色です。鳴き声はチーです。オオバンが川岸にいました。川の中から岸に上がりました。ヤブの向こうに行って見えなくなりました。カワウが岩に止まっています。体全体を羽繕いします。首を折り曲げて頭を小刻みに動かします。翼を広げて日光浴します。糞をしました。白い液状のものを撒き散らします。川の水を使う場合は糞が混じっていることがあるのでご注意を。ジョウビタキが草に止まっています。小さい足で枝をつかみます。小刻みに止まる位置を変えます。オスはお腹と尻尾、背中の一部がオレンジ色、頭と背中が黒、頭の上部、風切り羽の一部が灰色です。全体的に丸っこいフォルムです。今日もたくさんの野鳥を見つけることができました。初めてイカルに会うことができて嬉しかったです。集団で木の実を食べるとパチパチとすごい音がして圧巻です。同じ場所で野鳥撮影を繰り返していても季節によって新しい種類の野鳥に出会えるので1年を通して同じ場所で撮影を行うのもいいですよ。ここまで見てくれてありがとうございます。このチャンネルではこれまで野鳥撮影を行ってきた経験を言語化して野鳥撮影を始めたい人に必要な知識を解説しています。これからも野鳥撮影に役立つ情報を発信していきますので見逃さないようにぜひチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。